東京競馬場、本日の第5レースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。どの馬が先頭に立つでしょうか。ローブフリート前に行きそうです。これに続いてシルクジェット並んで4番シリウスサイレン、すぐ後ろにシンボリサイクル、ミッキーブレイブ、そのうちに続いています。並んで6番フラッシュマイヤー、しんがりからタイムリーウェイ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。2番シルクジェット、2馬身から3馬身のリード、間が空いてフラッシュマイヤー、シリウスサイレン、すぐ後ろにタイムリーウェイ、その隣にローブフリート。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。1番人気のダンスインザダーク、現在先団に取り付いています。前はシルクジェット、2番手はダンスインザダーク、これは絶好の手応え。フラッシュマイヤー、3番手、8番ダンスインザダーク、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。ここで先頭はダンスインザダーク、先頭、ここから引き離しにかかります。2番手はフラッシュマイヤー、必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはりダンスインザダーク先頭だ。後続は大きく離れた。2番手はフラッシュマイヤー、ダンスインザダーク独走、ダンスインザダークぶっちぎりです。ダンスインザダーク1着、2着はフラッシュマイヤー、これは桁外れの強さだ。ダンスインザダーク。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ、秋のマイル日本一決定戦、マイルチャンピオンシップの発走です。さあ、最後は大外枠の AP ジェット、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。東洋リファール好スタート、綺麗なスタートを切りました。ギャラントバック前に行きそうです。これに続くのが大気ブリザード、オレンジの帽子、桜栄光王、その後ろ内からは AP グランプリ、その外から AP ジェット、その外にオートリアロー、ミルフォードプレス、そのうちに続いています。並んで10番成田キング王、その外からニフティダンサー、内からは名村国王、さらには日本ピロプリンス、黒の帽子、インターマイウェイ、その後ろ。さあ、勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。ここでニフティダンサー先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。桜栄光王、ニフティダンサー2番手に控えました。桜栄光王先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手は大気ブリザード。残り 200m、 桜栄光王先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。大気ブリザード抜けた。大気ブリザードもう一伸び。大気ブリザード1着、大気ブリザード1着、2着は桜栄光王、これが世界の実力だ。大気ブリザード